ご視聴ありがとうございます。竹パチチャンネルのたけしです。今回は CR 大海物語4ブラックを完全攻略していきましょう。2018年6月に三洋物産から導入された199の ST 付き大海シリーズライトミドルタイプです。ボーダーが 20.1 と高めになっており、技術介入必須の台となっております。通常回転時短の消化速度は速く、 ST の最初の20回転は遅めとなっております。スルーアタッカー周りの釘がマイナス調整だとかなり獲得できる出玉が減ってしまうので、慎重に台選びをしましょう。また潜伏確変はありません。アタッカーは8カウントで逆ひねりで対応します。最初強めで打ち、5カウント目が入ったら弱めにひねって6カウント目が入ったのを確認後打ち出しストップです。少し多めの打ち出しになっておりますが、台によってはかなりオーバーするのでおすすめです。止め打ちは1回砲1パターンで逆ひねりで対応します。電柱が開いたら強2発、弱2発の計4発で対応します。スルーが辛い場合は強2発、弱3発の計5発で対応します。あるいはスルーがある程度溜まるまで打ちっぱなしで対応するのもありです。換金率、貸し玉、投下でベースが 24.0、 増減率プラス 0.10、 出玉時間が16ラウンド平均で1730玉、通常回転2000回転で期待値約プラス5000玉になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。